はい、こんにちは、矢田部です、今日はですね、ダイレクトパス、それをミスるっていうね、悩み実際にあったんで、そこを改善したいと。まあ徳丸さん投げるしあれなんだよな、できんだよな、はい、ダイレクトってこれをミスってますね。ミスってくれましたね。まあ徳丸さんはもう知ってんだよな。ああ、やりした。え？いやダイレクト難しいっすよ。いやそれよりもボール。ちょっといきますよ。まあダイレクトって難しいですよね。これ多分現役の時より今の方がやっぱこれさ自分なりに考えてからうまいもん。まあそうなんですか。ほら浮いちゃうでしょそうやって。はい。じゃあ山本さんやってみる。うん。おお強い。何を意識してますか。とりあえず浮かさないように上から叩くみたいな、はい、イメージ。イメージ、はい、それだけ。それだけ。あと叩く触る位置。おお。足の前。はい。あとは徳丸さん思ったより上手かったでしょう。はい。あれとの違いは何かですね。はい。じゃあちょっとどうする。 見たいですね。最近上達がこの人ね、できるようになってる可能性があるんですよ。あ、そうです。どこ行くのどこパスアンドゴーしようとしたの。はい、しました、しました。でもうまいですね。うまいんじゃないですか。いや、分かってる感じですね。分かってる感じですね。これは今あえてやってみたら分かったでしょ。はい、分かりました。これはでも米谷さん分かってるなっていうのも伝わりました。ほら、どうや、山本さんやってみる、はい、なんかあんなに余裕あるのおかしくない。そう、力は抜けてましたね、まあ、あれちょっと上手くなった。あの米谷さんの参考にして。何を参考にしたんですか。あの力のリラックスした感じと、あと来るボールの強さに対しての足の出し。おお、出ましたね。いいですね。ここなんですよ。米谷さんももう答え知ってるからあれなんだけど、あのね、ダイレクトは2種類あるんだよね。はい。強いボールだったらその勢いを利用して丁寧に跳ね返してあげる、または強い、あ、弱いボールに関しては力を加えてあげると。今意識しましたね。え、だから弱かったら力を加えてあげますよね。強かったら上手に跳ね返す、上手に跳ね返す、上手に跳ね返す。弱かったら加える。どうでしょう。いや、素晴らしいです。これをあの男は知ってたんですよ。知ってるか知らないかでね。あ、全然違いますね。ね、今までどうでした？来たボールはもう全部こう弾けってわけでもないですよ。弾け。まあ正直1種類だけだと思う。やってみて、弾いてみて、じゃあ試しに。はい。結局こういう。まあなんかこんな。すごいよこれ。もう完全に一人壁打ちしてるみたいなさ、コントロールされてないボールが来ますよ。いやでもこれを意識するだけでだいぶ違うでしょ。安定しました。もう一回。正確に返せばいいですね、ダイレクト。そう。そう。返せばいい。
これにみんな力こうやって加えるがおかしい、強いのに。そうすると浮き出すじゃん、ね。力をね、うまく利用する、跳ね返す、壁になる、前に押す、前に押す、強かったら触ってあげるだけ、触るだけでいいよね。俺強かったら浮かしとくな、強かったら浮かして跳ね返す、弱かったらちょっと切るように叩く感じ。俺はね、こうこう、そう、落とす感じね。強かったら浮かす、弱かったらトン。ここで落とす、え、切る、あ、切る、ちょっと違うでしょ、落としてるよね、落とす、斜めに落とす。これちょっとまたね、一番新しいインサイドの蹴り方で前やってますね、うん、ね。そうそう、これ止まるでしょ、触っただけで。バックスピンかかりやすいんで止まるんですよ、ほら。コンパクトに止まれって、ほら。じゃあ米谷さん、トライアングルでやってみます。あ、OK です、はい、トライアングル、いいっすね。誰がミスんのかな誰だもっと短くやろ、もっとそば、もっともっともっと近く、はい、俺のそば来て、いいよ、はい。で、ここですごい大事なのが、ダイレクトの場合、蹴ったいかに早くいい姿勢に戻るかも大事。はい。いいよ。何あれ、で、しかもチャリチャリうるせえ。すみません、ところやってないからやってないですよ。そんなに徳丸さん大好き、徳丸さん見えないところに徳丸さん見えないところに行ったらもう重傷よトクマラさんいないとちゃんとボール来るよ、やっぱりずれないですね、つまんないね。いや、いいんですよ、つまんなくて。はあ、トクマラですね、行きますね、行きますね。まあでもこの辺は理解したら違うでしょ、はい、ね、ちょっと楽しくなるよね。楽しいですね、パスだけでも十分楽しいね。正確にやっぱりコントロールしていくっていうのはぜひやってみてほしいと思います。はい、ということでチャンネル登録お願いします、ね。